お疲れちゃんです。ラットルセ、今回はですね、こちらのスケラフィーズデッキをね、使ってやっていこうと、思うんですけど、これあれですね、僕が、これでもちゃうか、プロリーグ、シーズン1ですね、シーズン1の決勝 VS ゲームズで、このダックプリの枠がタルババで、使ったやつのタルババがダックプリ版というわけで、スケラデッキですね、スケラフリーズ。で、またアイスイズかと。昨日の多分動画も、アイスイズが入ってて、多分その前もアイスイズだった気がするんですけど、多分けどちょっとね、アイスイズ愛が最近ちょっと強すぎてめちゃくちゃハマっててね、ちょっとアイスイズ入りの動画しかないんですけど、そこはちょっとお許しくださいというわけで、今日はねこちら使っていきたいと思います。全然このデッキなんだろう、そんな流行ってもないし全然使われてないんですけど、僕的には結構強いと思ってて、ただ僕がお気に入りだけなんですけどね、すごい僕が好きなデッキなんですけど、流行ってほしいですね。流行ってほしいっていうか、むずいですけど、すごい、なんでみんな使わないんだろうと思いますね。フリーズが僕結構好きなんですよね、フリーズが。フリーズもよく使うし、アイスイズもよく使うし、スケラも使いますね、なんか。僕と言ったら、スケラとか、ヒールとか、いろいろ多分あると思うんですけど、結構トップレベルで多分スケラとかアイスイズが好きですね。ボーラーとかもなんか好きみたいな結構一時期言ってたんですけど。はい。というわけで、基本的に相手に合わせて受けから行きたいんですけど、相手が何も出してこないんで難しいですね。なんで、何も出してこないんで、手札にダックプリとスケラがあるんで、このまま後半に行って、ケツゴレかケツラバされると思うんですよ。相手が大型であるならば。そしたら、その瞬間に逆サイダックプリスケラして、あとはもうフルで、防衛できれば逆に有利になれるんじゃないかなと思います。というわけで、待ちます。はい。で、スケラデッキ、人気が結構あんまないんですけど、使う人が少ないの理由として、多分僕が思うのは、攻めのカードなのに、スペルじゃないですか。だから、結構手札が詰まりやすいんですよね。しかも、スケラって、ポイズンとかフリーズと合う。そして、トルネとかも結構合って、あと2コスのスペルも入れやすいんで、このデッキとか特にスペルが4枚なんですよね。スケラ合わせて。スケラ、フリーズ、トルネ。あ、トルボもないわ。これ3つだ。3つだ。なんで使いやすいです、これ。はい。スペル3つって言われても結構多いと思うんで、だからこそあんま人気ないんじゃんと思うんですけど、しっかりこのユニットで、なんか1対1で全部のユニット、ユニットが少ないんで1対1で絶対勝つっていう思いでユニットを出していくのがすごい大事ですね。1対1で勝つですね。ユニットのぶつかり合いで絶対勝つようにっていうのをちょっと意識してやっていきたいですね。やばマジそんな出さない。雪玉、来いよ。ラバクロかケツラバなんだおー、ケツ工場ですね。これは合わせます。合わせて、橋辺はさすがにしてこないと思うんで、後ろからですね。やば、相手ペッカ工場ですね。ペッカ工場だけど、待ってくるタイプでしたね。これ惜しいですね。このポイズン使ってるんで、これもポイズン使ってエレキも使ったんですよ。これなんで、ここで、インドラ出して、で、これ三角絶対来るんで、はい。よいしょ、ベビー出して、でも勝ちましたね。これでスケラ打って終わりです。スケラ打って、フリーズ打って、もう終わりですね。いや、マジで、これだけですね。多分。あ、やばい。棒っぽいされたらもったいない。このフリーズいらないっすね、今のはいらないですね。基本的にこれは、相手は、対空が少ないんですよ。対空がエレキと三角だけで、僕はドラドラがあるんですよね。ドラドラが相手からしたらすごいきついカードになってくるんで、このドラドラをどれだけ延命できるかというか、ドラドラ、残ればもう僕の勝ちみたいなところありますので、ドラドラで勝ちます。ドラドラで勝っていきます。そうです。この対空でしっかり勝っていくのが大事になっていきますね。これはもうまとめてあげて、このインドラができれば残ってほしいですね。インドラが残るとでかいんですけど、突破されますね、これは。で、でも、このボーラーを相手は止めないといけなくて、この左もね、このままカウンターですね。なんで、三角も切ったんで、このままやって、フリーズ打ったら、あはーい、棒ポイ。しっかり棒ポイしてきますね。で、これは走らせ、キングキドしてもいいっすね、なんか、近々。相手うまいっすね。相手うまい、普通にうまい。
この言うのはちょっと許容しようかなとか、このトレーニーいらなかった、このトレーニーいらなかったですね。でダックプリが高めに出さないと相手のダックプリのあれが貫通が入っちゃうんで、はい、いやこの相手めっちゃうまいですね。 AY is good。 さあこれは低めインドラで多分エレキが絶対ペッカーの後ろに来るんですけど、その前に逆サイ振ってきますね相手が。はい、なんでこれはしっかり受けて、よいしょ、まあここはまあ別にエレキさえ処理してしまえば逆に相手が辛いっていう事件ですね。よいしょ、ハードカウンターですねこれ。またで本当はスケル打ちたいんですけど打つコストがないんで、ちょっと待ってちょっと待って、打たないでいきますね。一回打たないターンを作りますね。でそうするとその分相手がユニットめっちゃ割いてるんですよ。そしたらこのあのハードカウンターになりますね。でボーラーいい感じの位置に出したら、このままこのままあの左が頑張ってくれますね。サンガが多分来るんですよこの辺に。サンガが来ると思うんですけど、ワンチャン右のこっちの端前にペック来ますね。あの端前にワンチャンペック来る、あ行きましたね。これはあの結構スケラー使ってる人ならやると思うんですけど、スケラ防衛っていうのが結構クララはすごい大事になってきますね。相手があのプリンスとかいるじゃないですか、たまにプリンスとか使う人。でもプリンスとか止まんないんですよこのデッキ、マジできつくて。なんですけどあのスケラ防衛するだけで、おお、エレキの麻痺がある、エレキの麻痺が痛い痛い。スケラ防衛するだけで一気に止まっちゃいますね。これはもうトルネで、あの相手のエレキさえ処理できればもう僕のカチカチ山なんで、よいしょ。でこれスケル打ってあげて、今相手エレキないんでね、このインドラがもうこの間に焼いてくれます。あーそれに雪玉うまいな、けど雪玉咲いたら多分これを防衛できないんじゃない。あエレキか、エレキがズシャン、はいって感じで引き分け。マジえこれちょっと勝ちたかったですね。これは工場はあの正直左側ダメージそんな受けてないんで、これ強要できたんですよね。まあタイブレーカーで勝ちってあのみかんさんになります。いやこれはちょっとあれですね、勝ちたかったっすね。結構ユニットの空で勝ちたかったんですけど、相手がしっかり うまかったですね。分かってましたね立ち回りが。まあ、なんですけどちょっとね、もっといけましたね今の。はい、というわけで2戦目、ちょっとしょっぱな動画の出だし引き分けはなかなか申し訳なしぶれなんですけど、まあ今みたいな感じでこのデッキの天敵がエレキと思っていてくれれば、エレキさえ処理してしまえばこっちのインドラが無双するんでね、インドラスケラのあのフリーズが相手はマジで辛いってやつですね。はい、インドラも止めないといけないしスケラも止めないといけないっていうので、まあこの上のごちゃごちゃでねしっかり勝ちたいですね。なんで上のごちゃごちゃを制するために攻めトルネとかフリーズをこの端の真ん中でよく使いますね。なんでスケラフリーズも強いんですけど、ユニットを残すためのフリーズっていうのがすごい強くなってきますね。よいしょ、まあフリーズ打っちゃおうかな。いやトルネでいいか、いやこれなんかバルーンにタグいってるわ、優秀か。はい、オッケー。でここは、まあ、マスケットもうだるいんで、これは普通に後ろから受けていきますね。端前ランバーがワンチャン来るぐらいですかね、マスケンメンしたい人は。はい、来ないで、今ランバーとコウモリ持ってるんで、あそれうまい。スケル打ってもコウモリ来て、絶対、いや、ここでコウモリかな。ん？なんで一発入った、おいしい。でここはちょっとチャンスですかね。今マスケットも回ってないんで、あはこれが厄介ですけど、今コウモリ咲いてるんで、普通にあのフリーズ打たなくてもこのスケラが結構入ると思いますね。あ待って、スケラの位置あのごめんなさいずれました。あのもう一個外です、もう一個外の方がいいですね絶対。これだけで入りますね。あのこのランババルーンとかも結構流行ってましたけど、圧倒的スケラがきついと思いますね。トルネの公開ってゴブリンが痛いけど、ここでユニット出しちゃうとあのマスケでね、いい感じに全部処理されてカウンター受けちゃうんで、よいしょ。でこれは相手のなんかバルーンの位置がなんかすごい位置なんですよね、すごい位置なんですよね。これキングヒーローワンチャンできるかな。まあ一発受けて丁寧にいきます。でこれあのちょっとコウモリがたまたま入りそうなんで、しっかり受けていきます。でゴボリから割れたゴブリンがこっちに来るんで、こっち側にボール合わせて、
逆サイきますね。これしっかり防衛したいですね。はい、あ、それうまいですね。これでアイスイズ逆サイに持ってかれるとちょっと危ないですね。ベビーも追加して、このベビーにスケラ打ってもいいですね。今の多分打ってよかった。あ、これマスケこっち出してるんでここで打ってあげます。で、でもコウモリが出るかな。これでフリーズ打ちたいですね。あ、今タル咲いたんでここでフリーズします。そうすると雪玉防衛で絶対使わないといけないし、雪玉今回ってないと落ちちゃいますね。グッドゲームっていうので、まあ、マスケがやっぱだるいんで、このデッキからしたらね、マスケが今相手逆にミスっちゃってたんで、チャンスっていう捉え方ができますね。で、今のがもしエレキとかでも、なんかエレキが相手咲いたなと思ったら結構チャンスとかになりますね。なんかまあ8枚インドラスケラーとかするのもありになってきますね。なんで、まあエレキとかマスケとかをしっかり処理できた時がまあチャンスですね。はい。というわけで、まあ次。よいしょ。真ん中ユニット対決したいですね。真ん中ユニット対決はもう、めちゃくちゃ楽しいですね。この辺で端前でボーラドラドラ対ボーラ、まあバルキリーマスケメガゴとかが来るじゃないですか、相手もしかしたら。そこをトルネで全部まとめて、フリーズで相手のユニットも全部固めて、端前対決で全部制して、もうその端前の残りのね、もうボーラドラドラダックプリぐらいが相手の陣地に行って、相手が必死に防衛してるところにもう5コススケラ打って終わりみたいな感じになってくるんで、結構、ユニットで攻めますね、ユニットで。で、こことかもう辛いですね、これ。僕、ユニット避けないんですよ、これ。4コス以上なんで。アイスイズぐらいなら後ろから出してもいいと思うんですけど、それ以外はあんま出したくないですね。出した瞬間にケツゴレとかケツロイ、ケツラバとかやられちゃうと、もう4技とか取られちゃうんで、その時点でちょっと苦しくなってきますね。なんで、待ちます。で、これは、まあ多分相手待ってくるってことは多分ラバーだと思うんですよ、今の環境で。ラバーに対してまあすることないんで、ラバーに対してケツインドすると同時にね、この上の方で当たっちゃうんですよ、インドラが。そしたらもし、まあさすがにないと思うんですけど、エレキとか入ってたり、まあ普通にね、高めのホバとかで処理されちゃうんで、インドラ。そしてラバーを溶かせなくて負けちゃうんで、ケツ、ケツラバされたら、ケツボーラーを合わせますね。はい、なんで、ケツラバに対してケツインドあんま良くないですね。だから、端前で蓋があるなら、まあ、まだ足持ってなんですけど、蓋がないんで、このデッキは。まあ、アイゴレとか、そういうのがないんで、ケツラバとかケツゴレに対してケツインドは、まあ、当てたくないですね。というわけで、まあ、待って、こっから始まりますね。ここで相手が何来るか。さあ、来ない。ブライアン選手。ブライアン選手。あー、どうしようかな、これ。マジ？ってことは、もう、ボーリーいっちゃいますね、ボーリー。ボーリーいっちゃいます。さすがに、え？あー、来るのね。びっくりした。もう来ないのか思った、俺今。これ、たまたまなんか延命されたら負けそうだな。いや、でもこれいいですね。これで、相手インドラも処理しないといけなくて、これ、右チャンスですね。これインドラが多分結構厄介なんです、相手。これもフリーズして、よし、もう。あ、インドラなんでそっち行く？これ結構入りますよね、スケラが。あー、防衛取るね。いや、うまいですね。やばい。左のスケルトもうまい。いや、これちょっと怪しいですね。勝てるかが。あー、それうまいですね。マジで。それうまいんすよ。でも、これ、防衛クロス残されると辛いんで、この逆サイもね、こう攻めてあげて、防衛クロス壊します。よいしょ。で、ちょっとこういうところで狙っていきます。ダックプリの突進が入りますね、これで。よいしょ。スケラー自体が、まあ、クロスに対して相性悪いんで、こういう、なんか、全然、A みたいなところを狙っていくと、相手からしたらちょっと辛いと思いますね。だからこれ、ロックスクロスだと思うんで、これは。ここでもう攻めてあげると、多分これだけできついと思うんですけど。まあ、防衛クロスが残っちゃってますね。なんで、ちょっと痛いんですけど、まあ、落ちましたね、これは。はい、グッドゲームって感じで、スケラーデッキだけど、逆に相手がアーチャーとか吹き矢とか持ってたら、なかなかスケラーが刺さんないんですよね。そういうところは、意外とユニットでね、今みたいにユニットのフリーズとかをやると、まあ、このデッキ結構、ダックプリとかがね、ガンガン刺さるんでね、ぜひ、ああいうフリーズの使い方も皆さん、してみてもいいかなと思います。というわけで、一戦今日引き分けでしたね。多分一戦引き分けだったのがちょっとお辛いんですけど、まあ今日こんな感じで。
終わりにしたいなと思います。なんで皆さんよければね、こちらの、デッキ使ってみてください。はい、というわけで、まあ、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ではバイバイ。